はい、動画をご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、仮想通貨 IOST に高騰しております総合格闘技のね、RIZIN と NFT でね、提携ということでですね、IOST が高騰しております。今日はね、ルートです。ね、ルートいい。はい、動画をご覧の皆さん、こんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。本日は2021年8月の26日木曜日、現在時刻が18時19分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。まず本日の北部九州の天候ですが、今日は晴れのち一時雨という天候でございました。現在はですね、晴れ間が広がっております。気温の方も31度まで上がりまして、今日は暑い一日でございました。現在のビーチの状況ですが、今日はね、波の高さが1メーターということでですね、穏やかな海となっております。それでは本日のマーケットを見ていきたいと思いますが、まず仮想通貨市場ですね。現在のビットコインの価格ですが、18時19分現在517万5000円ということで、昨日と比べるとですね、ほぼ変わらずの価格となっております。ただですね、今日はですね、午前中ですね、ビットコイン540万円を超えておりましたので、午後に入りましてですね、急にね、値が落ちてきたという状況となっております。ビットコインの現在のドルベースでの価格で言いますと、46,964 ドルということでですね、47,000 ドルを、ね、割った価格となっておりますね。ビットコインですね、先日5万ドルを超えたんですが、そこでね、ちょっと上値を抑えられたという形でですね、現在一旦のこう調整相場かなというふうな印象を受けております。そんな中ですね、今日大きく値を上げているのが IOST ですね。IOST ですけれども、現在18時20分現在 5.1 ドル 5.1 円ということでですね、5円をね、超えてきました。昨日と比べるとですね、実に 18% 上昇しております。 IOST ですけれども、今日ですね、ニュースが入ってきておりまして、総合格闘技連盟 RIZIN が提供するスポーツ NFT に IOST ブロックチェーンを採用という、こういうね、報道が入ってきました。この総合格闘技のね、RIZIN ですけれどもね、朝倉未来選手などがね、所属している格闘技の団体なんですけども、こちらでですね、NFT のマーケットをね、NFT でですね、RIZIN が選手とかですね、その競技をやってる模様とかですね、これをね、NFT で販売するということでですね、ここで IOST を活用するということですね。 IOST は2021年8月26日に総合格闘技 RIZIN のデジタルコンテンツを売買することができる NFT マーケットプレイス RIZIN FIGHTING COLLECTION で IOST のブロックチェーン技術が採用されたことを発表しましたということです。 RIZIN FIGHTING COLLECTION はリミテッド NFT や RIZIN コインがもらえる事前登録キャンペーンも開催しているということですね。この総合格闘技のね、RIZIN という、大変こうね、人気のある格闘技のね、こういう団体ですけれども、そこでね、デジタルコンテンツですよねを売買するために、この NFT でですね、この IOC のブロックチェーンの技術を利用するということですね。こういう報道も入ってきまして、 IOST ですね、今日はね、価格が 11%、17% 以上ね、上昇しております。この総合格闘技のね、RIZIN ですけどもね、朝倉未来選手が所属しておりまして、朝倉未来選手も今年のね、初め2月ぐらいだったと思うんですけども、 IOST をね、実際こう購入しているということをね、報告しておりまして、報告というのはこれは多分柴田さんでしたかねそこら辺のなんかコラボしたときに、そういうことをちらっと言ったんですよね。そして、大変こう IOST がまだね、 0.8 円とか 0.7 円とか、そういう 0.5 円とか、そういう価格の時に大量に購入したということを言ってですね、であっという間になんか数十倍になってこう送り人になったみたいなことをね、言っていたんですけども、そういうね、朝倉未来選手がこの IOST を購入してたというのが、これがちょっとこの現在のこのね、今回発表された内容とね、この IOST のこのつながりがあったかどうかはわからないんですけども、事前にですね、朝倉未来選手かなり早い段階からですね、 IOST を買っていたということですね。単純に朝倉未来選手が言ったのは、その時ね、価格が多分コインチェックの販売所で購入されたと思うんですけど、一番コインチェックの販売所の中でね、一番安い価格だったということですね。当時まだ1円にも満たない価格でしたので、そういう形で、購入したということを言っておりましたね。朝倉未来先生ですけども、仮想通貨に対する知識はその時はほとんどないということをおっしゃっておりました。ただ価格が安かったのでそれを購入したということをねおっしゃっておりましたね。でそういう形でですね、IOST ですね、実際、現在5円をね超えてきたということで、今年に入りまして IOST はですね一時10円までね上昇いたしましたね。瞬間的にこう10円をつけて、そこから下落、仮想通貨全体が下落してきたんですけども、その中でね、IOST も下落して1円台までね、下落いたしましたね。2円を割る価格まで下落したんですけど、また今現在ですね値を戻してきておりましてね、5円をね超える価格まで復活してきたということですね。この IOST というのがこれそもそもどういうものかといいますと、これね次世代コンセンサスアルゴリズムに基づく超高速の分散型ブロックチェーンネットワークですという、そういうフレーズですね。分散型経済のセキュリティとスケラリビティのニーズを満たすオンラインサービスの基盤となるアーキテクチャを目指しています。ディプロイ後の修正機能を備えたスマートコントラクトと限りなく低い開発コストはエンタープライズソリューションとして受け入れられますというね、ちょっとこの文章だけ見るとね、読むとよくわからないことではあるんですが、次世代のブロックチェーン技術ということですね。第一次世代がビットコイン、ビットコインというのはね、かなりオールド的なこのブロックチェーンの中ではねかなり古いものではあるんですけど、で第2世代がイーサリアムと言われています。で次に、来る第3世代が IOST と言われていることで、特にね国内の販売所コインチェックの方でですかね、日本では買うことができなくてですね、でこのコインチェックが現在 IOST を大量に買っているということでですね、かなりこの将来性の高いコインではないかと言われておいて、特に、日本人にはね大人気であります IOST ですね。 IOST 再び価格が高騰の兆しを見せているという状況でございます。それではですね、その他の仮想通貨関連のねニュースを見ていきたいと思いますが、先進テクノロジーパイプサイクル2021で NFT と DeFi が初のランクインということで、NFT と DeFi を先進技術として掲載しているということでですね、これ IT 調査企業のガードナーが先進テクノロジーパイプサイクル2021年を発表いたしました。そして数々の最新技術の中に非代替性トークン、これが NFT ですね、や分散型金融、これが DeFi となりますが初登場したということですね。2017年にはブロックチェーンがランクインしたことで NFT と DeFi の登場は今回が初めてということですね。このパイプサイクルというものなんですけども、毎年8月に公開されているガードナーの示すパイプというのは古代評価で、パイプサイクルはテクノロジーとアプリケーションの成熟度が採用状況のほか、実際のビジネスソリューションの解決や新たな機会に開拓にどの程度関連する可能性があるかを示したものということが、これがパイプサイクルということですね。これもちょっと文章だけ見るとよく分かりにくいところがあるんですけれども、このテクノロジーとアプリケーションの成熟度、これをね、測る、そういうことだと思うんですけどもね、これがこうチャートみたいな感じでこう示されていて、これ今がね成熟期であったり、これは、落ちていてる段階だったり、このねそういうことを表してるんだけども、ね、これがね期待度がこう現れているという、これがそうなんですけども、その中にですね NFT と DeFi ですね、これが2021年、昨年のね、後半ぐらいから出てきたんですけどもね、これが今すごくこの技術、先進の技術としてですね、注目されているということで、2017年という時にブロックチェーンというのはまだねこう世間に知られてない技術だったんですけどもね、2017年にはブロックチェーンが登場したということで、今回は2021年はNFT と DeFi、ノンファンジブルトークン、非代替性トークンと分散型金融ですね、これが登場してまいりました。そういった兼ね合いもありまして、IOST ですけれども、IOST というのがDeFi DeFi ではないんですけれども DeFi 関連銘柄である。そして NFT、今回ですねこの総合格闘技の RIZIN の NFT と提携ということです。両方兼ね備えているというところもあってですね、この最新技術、第3世代と言われていますので IOST ですね、そういった面ですごくいい着目点ではないかなと思われます。それではですね、その他のニュースですけれども、また分散型金融、DeFi ですけれども、DeFi の重要指標が過去最高値を更新しているということでですね、アルトコインと分散型金融 DeFi ですけども DeFi のトークンは過去2週間で高騰し8月末が近づくにつれ多くのプロジェクトでトークンが史上最高値に到達しようとしているということでですねこの仮想通貨全体の中でもやっぱりこの DeFi の占める、この割合というかこれがですねその重要指標が過去最高値を更新しているということでいかにこの DeFi がですね注目を浴びているか NFT が注目を浴びているかというところがですねこの数字でもね占えるんではないかなと思います。はい、それではですね、現在の仮想通貨の価格を見ていきたいと思いますが18時29分現在ビットコインの価格は517万7000円ということで昨日と比べると 0.6% 下落しております。ドルベースで言いますと4万6979ドル4万6897ドルになりましたね。ということで4万7000ドルを割った価格です。ここがね、ここのところ 70% ぐらいですね安値から上昇しておりますので、一旦の調整、小幅的な調整だと思うんですけども、ここでねどこまで持ちこたえれるかというところですね。でイーサリアムですけれども現在ですね34万1000ということでイーサリアムも昨日と比べると変わらずの価格ですね。ドルベースで言いますとイーサリアムは3100ドルということで、3100ドル台をねキープしている状況でございます。その他の通貨見ていきますとカルダノエラですねカルダノエラは284円 2.37% 下落しております。ここのね直近で大幅な上昇を見せておりましたカルダノエラですが今日はね 1.48% と小幅な下落となっております。バイナンスコインは 53,276 円バイナンスコインはね 2.3% 上昇しておりますね。でリップル XRP は123円リップルはね 0.44% 上昇しております。同時コインは30円同時コインはね 2.04% 下落ですね。ポルカドットは2715円ポルカドットは 0.21% 下落ということで、主要なアルトコインはですね、高安まちまちの展開ですが、昨日とねほぼ変わらずのねフラットな状態という感じですね。でイーサリアムクラシックは6768円イーサリアムクラシックは 0.6% と小幅に上昇しております。リスクは459円リスクはね 0.56% と小幅な下落ですね。レムは21円レムはね 0.91% 上昇しております。ライトコインは 18,806 円ライトコインもね 0.2% と小幅な上昇ビットコインキャッシュは 68,000 円ビットコインキャッシュは 2% と下落しております。モナコインは172円モナコインはね 1.04% 下落ですね。ステラルーメは37円ステラはね 0.83% 下落しております。 BAT は88円 BAT は 0.71% 上昇ですね。で IOST は 5.1 円5円と1円ということでですね 19.6% と大きく上昇しております。エンジンコインは210円エンジンコインは 6.5% 上昇ですね。パレットトークンは91円パレットトークンは昨日と変わらずの価格ですね。そういうふうな仮想通貨の現在の18時32分現在の価格でございます。午前中、ビットコインは大きく値上がりしてたんですけど、そこからちょっと、下落して、昨日の価格と比べると、ほぼフラットな価格、ビットコイン、イーサリアムはほぼフラットな価格の中、IOST がやっぱりひときわ強く上昇してるかなという、そういうふうな印象の現在の仮想通貨の相場でございます。それではですね、この株式相場のを見ていきたいと思いますが、昨夜のアメリカ株式市場ですが、ニューヨークダウは39ドル高、35,405 円。5ドルということで 0.11% 小幅にねニューヨークダウは上昇いたしました。ナスダックは 22.06 ポイント上がりまして 15,041 ポイント 0.15% 上昇でした。 S&P500 は 9.96 ポイント上がりまして 4,496 ポイントとこちらも 0.22% と小幅に上昇いたしました。昨夜のアメリカ株式市場ですがニューヨークダウナスダック S&P500 と、小幅ではありますが上昇いたしました。ニューヨークダウですけどもね、ワクチンの普及や財政支出に期待がかかっているというところですね。ニューヨークダウも、ね、過去最高値に、ね、今近づきつつあるというところで、高値警戒感から朝方は、ね、短期的な売り利益確定の売りも出たんですが、ただですね、ワクチンの普及やアメリカの政権の、ね、大型の財政出による景気拡大の期待が、ねまだあるということでですね、次第に買いが優勢となりました。そうですね。で、今週ですね、ジャクソンフォール会議が金曜日から始まりますので、株式の方はですね、やっぱりこう動きにくい展開ではねあると思うんですが、それでもですね下がることなく少しずつではありますがこう上昇しているというところで、やっぱり先にね対する期待感がねあるんではないかということですよね。ジャクソンフォール会議ですけどもね、国際経済シンポジウムですが、これがね、FRB のねパウエル議長のね講演が予定されていると、27日にね予定されているということで、明日ですね、これ明日の多分日本時間の夜になると思うんですけども、このね、パウエル議長のアナウンスがどういうことになるかというところですね。ナスダックの方ですけども、ハイテク株比率の高いナスダックですけども、こちらね5日続伸ということでですね、連日の上昇で、これにまた史上最高値を更新いたしました。15,041 ポイントでですね、連日でね過去最高値更新でございます。特にね半導体のね NVIDIA 大きく上がりましたね。あと、主力の銘柄で言いますとね、アルファベットやフェイスブックなどね、そういうね、主力のガーファムも高かったというところですね。それを受けまして本日の東京株式市場ですが、今日のね日経平均株価ですが17円と49銭高ということで 27,742 円でね 0.06% と日経平均株価も小幅に上昇いたしました。トピックスは逆に 0.31 ポイント下がりまして、1935ポイントと 0.02% 下落ですね。マザーズは 13.05 ポイント上がりました。マザーズね 1.21% とね、日経平均トピックスがフラットな状態だった中で、マザーズ 1.21% で大きく上昇いたしましたね。ジャスダックは 1.80 ポイント上がりまして、186ポイント 0.98% 上昇とですね、東京株式市場ですけどもね、新興関連の銘柄がね、強かったかなという、そういう印象を受けておりますね。ちょっと外が日没で暗くなってきましたので、ライトの照明をちょっと変えますね。すみません。日経平均株価ですけどもね、今日はね小反発だったというところでございます。今17円高ですね。半導体ですね、アメリカの方でも半導体関連が強かったんですけども、東京株式市場でもね半導体関連のね一角ねに買いが入ったというところでありますね。こちらもですね、やはりアメリカのジャクソンフォール会議ですね、ジャクソンフォールを明日に控えているというところでですね、動きにくい状態がね続いているかなというところですね。でまたそうですね、今日のね東証一部ですけども、値上がりが1260銘柄とね、全体のね6割の銘柄が値上がりいたしました。値下がりは826銘柄だったということですね。今日の東京株式市場ですけどもね、個別の銘柄で言いますと NTT データやキッコーマン、バンナムホールディングスは上昇いたしました。一方でですね、ファナックやリクルート、ソニーグループ、セブン&アイホールディングスが下落、郵船もね、海運の郵船も下げました。ということでですね、今日も日経平均株価フラットな価格で、いずれにしてもですね、明日も多分ね動きにくい状況だと思いますね。今夜のアメリカ株式市場も若干動きにくいかなというところもありますし、明日の東京株式市場も、ね、動きにくいかなというところもありますので、また来週が、ね、このジャクソンフォール会議を終えてどういう動きになるか、ここでどういうアナウンスがあるかによってですね、左右されるんではないかなと思います。その他ですね、入ってきているニュースですけれども、今日はですね、モデルナの、ね、ワクチンですね、こちら、異物が混入しているという報告があったということなんですけども、この異物は金属片だったということで、全国の8カ所から報告されているということで、過去地の接種会場では見合わせの動きが出ているということですね。モデルナ製のワクチンですけれども、今ハトがいらっしゃいましたけれど、モデルナ製のワクチンですけれども、5都県8カ所の接種会場で異物混入の報告があったということですね。モデルナ製のワクチンは163万回分の使用見合わせとなった影響ということでね。この報道がですね、今朝入ってきたので、アメリカのモデルナの株価ですけど、まだちょっとね、動きがよくわからないんですが、昨日の閉まった段階ではそんなにね、下落してなかった、そのアフターの段階でもそんなに下落してなかったんですけども、このモデルナワクチンですね、これが株価のどう影響するか、これもちろんプラスに影響することはないんですけども、どれだけネガティブに影響するかというところですけどもね。また今日のアメリカ株式市場がオープンしてモデルの、ね、株価は見ていきたいと思いますが、そういう状態ですね。さらに今日の、ね、東京都の感染者数ですと4704人ということで、また再びというか4000人台が続いておりますね。まだまだ感染は広がっているというところです。その他ですね、今日は、特に大きなニュースはないんですけども、全国高校野球選手権大会、夏の甲子園大会ですけども、今日ね、ベスト8準々決勝が行われまして、ベスト4に進出したのはすべてね、近畿勢が、進出したということですね。全部近畿勢ということでございます。そうですね、今日はそういうふうな感じですね。以上、本日は2021年8月の26日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。では照明を全部消して現在の明るさをね、お見せいたしましょう。現在のね、18時42分現在の北部九州の空の明るさでございます。バイバーイ。